おはようございます。越前サバです。今日はですね、もう今明るくなりました。越前海岸の方に来てますが、ずっと漁港はね何か所か見ましたが、もう3センチ4センチですかね、5センチないぐらいの小アジがわらわらと、まあベイトはすごいんですけどね、まあ僕の釣り物ではないかなというところで、今小此木の方に、とある人にね、お会いしに向かってます。はい、まあ小此木の状況を今日は伝える内容で、ゆるくねやっていけたらなと思ってます。事前ご飯どころちょっと高いけど、まあ美味しいですよね。冬はカニをね水槽からこれちょうだいって言って、2万ぐらいの焼きと刺身ってかなで食べさせてもらったことはあります。高かったねあれは、今日はゆるくアジングをねして、かつ状況を見ていこうかなと思っています。ちょっとやってる間に、ね、風が一匹釣れましたわ。すごい大きいの追っかけてたんですけど、ちょっとそれ何やったかなって。なんかシイラの小さいやつですかね、いましたね。捕まえられる。すごい釣れてるじゃないですか。味がいっぱいね。ありがとうございます。これをまず餌にする。餌にする、でっかいやつ。あらくれるの。ありがとうございます。ありがとう。おはようじゃあいただきます。はい、めっちゃ釣れてる。エビやな。ベラとベラ。これ何食べれるんですか。いや食べれるけど、めっちゃ美味しいの。
やってるって。ちょっとサンド。え？あ、うん、サンド。やってるって言ったね。めっちゃ食べるよ、もうたまちゃん。かわいい。食べるよ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 。食そうで釣れんね。はい、逃げてた。釣れないか。危ない危ない。よしよし、釣れた釣れた。ありがとうございます。めっちゃいる。すごいよ。ね、見てみて。見てみてよ。1、2、3。お、なんか、スマスマ模様来たよ。スマダイ？これ食べれるか？来たよ、来たよ。来たよ。1、2、3、4。お、よしやって。もう来たよ。そこも落ちちゃうよ。やったー、イエーイ。ちょっと乗るだけ、かっこいい。パパごめん、ただちょっと分からない。あっちのクリップを。すげえ、これみんな味めちゃめちゃいい。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。